全世界のサッカーファンの皆さん、さあ90分の戦いの前半戦、その45分の開始です。正面から見て右にいるのがアルゼンチン、左にいるのが韓国。早野さん、この試合注目すべき点はどこにありますか？そうですね、練習でやってきた戦術をどう試合で発揮できるか、その一言に尽きますよ。ここで緩急の変化、チェンジペース。
クロスボールがゴール前を襲います。ドリブルで攻め込みます。このドリブルが攻撃の拠点となることができるのか。キレのあるいいドリブルですね。ボールをキープしつつ上がります。こういった突破も時には必要ですよ。右へパス、狙った。キーパー大事に抑えました。あれではキーパーに取ってくれと言ってるようなもんですね。バックパスで様子を伺います。ちょっとプレーが消極的ですね。6番、ドリブルで切り込みます。下半身が非常に安定してますね。右へ送ります。一気に狙うか。ゴールラインを割りました。ゴールキックになります。右へ出します。さあ自ら攻め込みます。決めた。決まった。放り込んだ。ゴールゴールゴール、ゴールゲット。前半終了間際、アルゼンチン取り返すか、それとも追加点か。今試合再開です。右へ出します。前半終了、アルゼンチン1点リード。後半戦が今始まります。早野さん、前半戦を振り返っての感想、あるいは後半戦の展望、一言お願いします。すいません、あと45分中止。笛が吹かれましたが、これは選手が完全に戻り、このフリーキックからチャンスを切り出すことができるのでしょうか。アルゼンチン、ゴールキックに変わります。左へ送ります。さあドリブルで上がっていく。アルゼンチン、ここは通しません。前にパス、右へパス、狙った。フィスティング、前方にパス、狙った。ゴールゴールゴール。後半戦も半ば、韓国。さあ気合を入れ直してゲーム再開です。さあドリブルで上がっていく。体で止めた。敵の攻撃に対し全身で立ち向かいます。右へ、いた。ナイスセーブ。決めた。決まった。放り込んだ。ゴールゴールゴール、ゴールゲット。後半戦中盤、韓国。キックオフで再びゲームスタートです。前に送りました。さあドリブルで上がっていく。厳しいディフェンスの前に全く手段を見出せません。もっと早い攻めが欲しいところですね。長いボールが通った。ここでホイッスル。試合終了です。2対1。